長野市の企業が能登半島地震で被災した石川県志賀町に仮設住宅として使うためのトレーラーハウスを送りました。ずらりと並んだトレーラーハウス、中に入るとゆったりとした空間が広がります。キッチンや浴室、トイレにエアコンなどが備え付けられた 1LDK タイプです。能登半島地震で被災した石川県志賀町からの依頼を受け、長野市の企業がトレーラーハウス20台を提供することになりました。被災している中にはお年寄りであるとか小さなお子さんがいたり、障害を持つ家庭もあると思うんですけども、やっぱりそういう方にプライベートな空間をご提供するとともに、温かなところで日常に近い生活をしていただければ。昨日夜にまずトレーラーハウス10台が出発し、今日中に設置を終える予定で、残りは来週届けられるということです。